こんにちは、翔太です。今回なんですけど、ちょっと装備か副将かっていうところを話していこうかなというふうに思います。正直ですね、インフレ超加速していて、この前の1000円装備から。で、この後ですね、仲間連携でしたっけ？で、多分副将が、の数が必要になってくるかなというふうに思うんですけど、ちょっとですね、これはもうインフレ超加速しているので、しばらくはおとなしくした方がいいかなというふうに思っています。目次としてはですね、1000円装備と仲間連携とまとめ、それだけになるんですけど、話していこうと思います。まずは1000円装備ですね。こちらに関しては5月24日の火曜日のメンテナンスで実装されたものになります。なんでもう1ヶ月ちょいぐらい経ちますね。ただまだ1ヶ月ちょいしか経ってないんですよね。5月24日にこの1000円装備っていうのが実装されて、環境がですね、一気に変わっちゃいましたね。もちろん使われているキャラ自体はそんなに変わってないと思うんですけど、この1000円装備持っているか持っていないかで大きな格差が開いてしまうことになりました。環境が一気に装備ゲーになったっていうような印象です。で、実装自体は私自身、否定的ではないっていうのが正直なところなんですけど、ただこの売り方ですよね。MR 結晶が、20個1万2000円っていうところで、ちょっと、そもそもですね、武器が MR 結晶30個必要で、残りの5部位が MR 結晶20個ずつ必要なので、1キャラあたり MR 結晶130個必要なんですけど、20個ずつしか販売されていないので、7回購入する必要がある。7回購入するとそれだけで8万4000円ですね。一応40個は無課金でも獲得できるんですけど、1キャラあたり8万4000円最低でも、MR 結晶買わないといけないっていうところがありますので、結構きついですよね。今まで課金していた方もですね、ちょっとこの装備の進化だけでそんなに、費用がかかるっていうところで、かなりきついんじゃないかなというふうに感じております。で、さらにですね、神髄成果、ここに関してもですね、かなり必要になってくるんですけど、30万元宝ぐらいですかね。1キャラあたり、1キャラあたりレベル150から200までですね、この1000円装備を進化させようと思うと、確か神髄成果、獲得に必要な数もかなり必要なので、元宝30万元宝近く確か必要だったかなと思います。そう考えるとですね、かなりですね、この装備を揃えるっていうのは、元宝も必要になってきますし、特にですね、割引とかも現状ないんですよね。絆の水引きとかで MR キャラクターであれば、ちょっと安く取れるかなというふうに思うんですけど、この神髄成果と MR 結晶、特に割引っていうのがないので、元宝がそのまま必要になってくるっていうところがかなりきついかなと思います。正直ですね、現状超上位勢を除いて、この1000円環境についていっている方はいないというふうに考えていますので、多くの方がですね、無料でもらえた40個分ですね、の MR 結晶を使って、多くの方が兜と鎧ですね、1キャラ分だけ、そこだけ1000円装備にして使っている方が多いんじゃないかなとは思います。私もですね、そういう運用で使っていこうというふうには思いますね。もちろんやっぱり MR の武器欲しいんですけど、ちょっとここに1万2000円、かけると一気に強くなるんで、強くなりたい方には、正直副賞を取るよりおすすめなんですけど、ちょっと私はやらないかなというようなところですね。本当にこのゲームで強くなりたいのであれば、今ですよ、現状なんですけど、副賞を取るのに、例えば絆の水引きセット台ですね、あれ1万2000円したと思いますけど、それを購入するぐらいであれば、こちらの MR 結晶20個買ってもらった方が強くなるんじゃないかなとは思うので、個人的にはですね、副賞を取るなら装備を取る、装備に課金するのが、現状のおすすめではあるかと思います。これもですね、かなり反対意見を押し切ってですね、実装されたっていうところがありますので、もう少しユーザーの意見を聞いてほしいなっていうのは正直なところですね。私は新機能自体は別に否定的ではないんですけど、ちょっとそのやり方が否定的かなっていうような印象です。で、続いて仲間連携なんですよ。ちょっとこれですね、読むことはやめておきますけど、この前のですね、更新で、仲間連携システムを実装するので、先行情報を解禁しますっていうのが、公開されたのがこちらになります。
で、まあ大事なところを読みますね。今回は7月中に実装予定って書いてあるんですね。ここ。まあこれまではというか、まあこの前の声援装備に関してはですね、一応先行体験みたいな感じで、あの体験サーバーっていうのが実装されていたと思うんですけど、今回はそれもなくですね、まあ、しかもこれ6月の末に7月中に実装って言ってるんで、まあこれで8月中に実装ならまだ期間あるんでわかるんですけど、これもうすぐ来る感じなんですよね。もうユーザーの意見を聞く気がないというか、まあ体験サーバーもあまり聞いてなかったような印象はあるので、まあ、やるだけ意味なかったのかもしれないですけど、まあ、この仲間連携に関しても、まあ、7月中に実装というところでも多分すぐ来ると思います。まあ、ここもう1週間2週間後ぐらいには来るようなシステムなんじゃないかなと私は思っています。で、まあ、私なりにですねまとめたのが、まあ、こちらの文章になるんですけど、まあ、まず今にも来そうなんですよね、この機能。まあ、ちょっとそこが、まあ、ユーザーの意見をもう少し聞いてほしいなっていうようなところです。で、イメージなんですけど、副将に副将を装備するようなイメージなのかと思います。で、副将に副将を装備して、まあ、その副将ごとに様々なステータスが、まあ、パッシブ機能が、まあ、上昇するようなイメージなのかと思います。まあ、連携スキルの種類としてはですね、まずはステータス上昇系1種類となると書いてありますので、まあ、おそらく今のパッシブですねが1つか2つぐらい追加されるっていうようなものになるんじゃないかと思います。で、まあ、今後スキル効果増加系と書いてあるので、まあ、例えば、まあ、発光状態の防御力ダウンのパーセンテージアップとか、援護状態の、ダメージカット率アップとか、そういったものも追加されるんじゃないかと思います。で、発動条件としては連携スキルですね、何でもかんでもつけてるっていうわけじゃなくて、まあ、職業とか、多分奥義とかですね、そういったものに絡んでくるような副将にのみ、まあ、連携スキルが発動するというような感じじゃないかと思います。で、11名の副将のうち5名ですね、最大5名の主体副将を設定することが可能と書いてありますので、副将の必要数っていうのがですね、まあ、今11名って書いてある、今11名かと思うんですけど、まあ、先発5名と応援6名で、まあこれがプラスですね仲間5名っていう、まあ、副将必要数が16名になるんだろうなというふうに思います。で、これ運営さんあれですよ、もともとですね放置少女って3名だったんですよ。副将1人と、主将1人と副将3名だったと思うんですけど、そこからですね確か5名に増えて、で、しばらくその5名でやっていたような気がするんですけど、そこからですね、一気に応援副将6名追加ってきたような気がするので、まあ、一気にですね、そこで、副将11名いるっていうところで、いきなり環境が大きく変わったんですよね。まあ、今ではそれが当たり前になってるんですけど、まあ、その時はかなりびっくりしましたよね。いきなりキャラクター2倍必要なのかって思ったんで、まあ、かなりびっくりした覚えがあるんですけど、まあ、ここでですね、まあ、副将必要数が16名になるというところで、また 1.5 倍になるというところが恐ろしい点かなと思います。で、まあ、しかもですね、これ今5名ですけど、そのうちまたみんな来ますよ。まあ、そのうち最大11名の主体副将に仲間副将を設定することができるようになると思いますし、まあ、これ下手したらですね、まあ、仲間枠、追加とかあると思うんで、まあ、副将1人ごとに、まあ、今一つの仲間枠が解放されて書いてありますけど、ここ2つにするとですね、また一気にインフレ加速させることができるので、これはかなり便利なインフレ機能になってるんじゃないかなと個人的には思っています。で、これからは戦闘で使う用のですね副将と、まあ、連携スキル持ちの副将ですね、まあ、どっちかが強いというキャラクターが出てくるんじゃないかなとは思います。というのも、まあ、戦闘でこれ多分両立はできないですよね。まあ、多分メインの陣容で使っていたら、まあ、連携スキル用に仲間副将にはできないと思いますので、まあ、戦闘でめちゃめちゃ強くて連携スキルもめちゃめちゃ強いってなると、まあ、ちょっと使い方に困るかなというふうに思うので、まあ、どっちかというと、まあ、闘技場とかで強いキャラクターと、まあ、連携スキル自体が強いキャラクター、まあ、この2つのパターンに二分するんじゃないかと思います。で、まあ
連携スキルに関してはですね、まあこれが奥義だったと思うので、奥義もともと実装されたタイミングっていうのは、まあ、ちょっといつか分かんないですけど、まあそういう目的で、これまで使われていなかった副将に、まあ奥義っていう形で、まあ救済措置を与えたっていうようなものになっていたと思うので、まあこの連携スキルは奥義が、まあそうだったのかなと思うんですけど、まあ連携スキルっていうのも追加されてしまうっていうようなところになります。まあ正直ですね、こちらに関しては私自身は弱くてもいいので、過去キャラにですね、まあこの連携スキルをつけてですね、ちょっと救済してほしいんですよね、過去キャラを。どんどんですね、キャラを、強いキャラクター最近追加してばっかりなので、まあ、昔のキャラクターをですね、救済するっていう形でですね、まあ例えば、まあ、モガミとかナタとか、まあ、そういったキャラクターにですね、強力な、まあ、強力でなくてもいいですけど、連携スキルを追加してほしいなって、個人的には思っています。まあ、ちょっとこのまま行かれるとですね、もう装備もインフレして、まあ、副将もインフレしてってなると、主将もインフレしてほしいなって気持ちはあるんですが、まあ、こうなってくるとですね、ちょっと、さすがに、ついていける人が、まあ、今ついてきてくれている方もですね、その方たちを失ってしまうのはかなり、この放置少女にとってもきつい状況になるのかなと思うので、まあ、正直ですね、まあ、ちょっとやりすぎかなとは思いますね。まあ、この連携スキルが過去キャラ救済であれば私はめちゃめちゃ喜ぶんですけど、まあそうですね、これ自動的に解放されるんですかね。しかも副将ごとに一つの仲間枠が解放されて、これ解放に1万2000円とかかけ出したらって、また荒れますよこれちょっとその辺が非常に心配ですね。確かちょっと消しましたけど、グーがちょっとで、ブーがもう圧倒的に30倍40倍ぐらいですね、差が開いていたような気がします。まあちょっとこれはですね、今ユーザーの方も望んでない機能になりますので、まあ、もうちょっとですね、考えてから実装してほしいなと思います。まあ、すぐ来るんでしょうけど。まあ、最後にまとめですね。まあ、1000円装備が実装されて、まあ、それにまだ、皆さんもですね、順応していない中で、まあ、約1ヶ月しか経っていない中でですね、もう新機能を実装してきそう。まあ、ここが一番の問題じゃないかなと、個人的には思います。で、まあ、装備ゲーになったかと思いきやですね、副将ゲーになりそうな可能性がめっちゃするんで、まあ、そもそもですね、しばらく原本の消費自体おすすめではないですね。ランスロットとか、まあ、そういったキャラクターも取らなくていいかなと思います。まあ、もちろんですね、まあ、メインとなるキャラクター1体は取ってもらうのがいいと思うんですけど、ちょっとそれ以外で原本を消費するのはですね、ちょっとしばらくというか2週間ぐらいの話かもしれないですけど、控えた方がいいと思います。まあもう少しユーザーの意見を聞いてほしいなっていうのが、まあ個人的な感想ですね。まあこれで今回の動画を終わりにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。